はい、こんばんは、ネスです。ゴッドメディスンの続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は第5話ですね。前回の続きやっていきましょう。ちょっと音ちっちゃいかな。これやとでかすぎるか。まあいいや。ちょっととりあえずこれでやります。で、前回の、まあ、おさらいですけども、まあ、空中要塞終わって、で、川田村というところに来ましたね。で、そこ探索してたら、仮面に操られた、ファントムを作ってた会社の女子社員、平山さんが、なんか謎の仮面に操られていたと。で、その平山さん、あれですね、ミキテイが連れ去られて、で、タンカーに乗り込んで、その平山さん含む四天王みたいなボス戦、ボスラッシュ、戦って、その最後のボスみたいなやつが、今度は平山さんを、正気に戻った平山さんを連れ去って、闇魔城というところへ逃げていったと。そっからですね、アクアラングを使って担架から飛び降りて海底探索っていう感じかな。よし、じゃあやっていきましょう。庄司智春さん。ミキティー！ありがとうございます。やりました。1000ポイントゲット。絶賛ゼロコメ中ですけども、やりましたよ。11位にランクインです、この時間帯にして。さあ、で、武器に関してはもうすでに伝説の武器ぐらい、銭の力ですね。4コメさんいらっしゃい、こんばんは。魔風棒、魔風弓。ちょっと前回から期間空いちゃいましたけど、やっていきましょう。で、アイテムも、まあ、このアクアラングを使ってるから今海底行けてるという感じですね。で、こっからか。あれ？そして9位にランクインですね。実は誰かもう一人報告してくれてたんかな。ありがとうございます。こんなことってあるんですね。11からいきなり9位になりました。たった1分間だけのランキングですけども、ちょっとここのザク強すぎ。ヒドラプランプ、レスファクトリーオブ A、1コメさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。そういえば完全にフレッシュバイアベマが フレッシュに 正式名称をフレッシュに変わるらしいんで、オブ A の A がもう全くなんか無意味な感じになっちゃいましたね。初見ですが、いつも見ています。ありがとうございます。これがカエルのために金は鳴るです。あ、でもまたやりましょうか。内容忘れちゃってるんで。さあ、ミキテピンチでしたけど、レベルアップして全回復。この最高の桃伝方式。
なんか南東の方角とか南西の方角とか言ってたんでしたっけ。なんかヒントあったような気がするな。まあこの辺うろうろしてたらきっと見つかるでしょう。闇魔城。ゲーム紹介枠はどうですかね。まあなんかまたキリのいい時にでも、まあ基本的にカメラ枠は僕は1年に2回ぐらいしかやらないんで、まあ見かけたらレア枠やったという感じですかね。お、こんなところにも入り口が。最近、そうですね、月曜日にカメラワーク、オブエの方だけでやりました。一回試しにどんな感じか。で、古い方のノート PC で、できるかどうか、まあ、テストワーク兼ねてって感じですかね。とか言っときながら1時間半ぐらいやっちゃいましたけど、調子に乗って、突如思い立ってやったんですよね。まあ、やっぱりでもあっちのノート PC やとエラー入ってなんか OBS がうまく動かなかったですけど、まあ一応放送はできましたね。神回まあ神回かどうかわからないですけど、レアなことはレアですね。八個目さんいらっしゃい、ありがとうございます。今回は、ファミコンじゃないわ、ファミコンの箱説明書紹介みたいな感じでやりましたね。さらっとだけ。あとは、普段のメンテナンス道具紹介とか、まあ、軽く電池交換の説明とかですね。まあ、大体僕が今までやってきたようなことを、同じようなことをやっただけなんで、いやでも全然大丈夫ですよ。コメントあるだけで、そう説明書の束を見せつけてドヤ顔してただけですね。まあああいう放送はね、コメントがないとできないですから、ありがたいですよ。こいつら強いねんな。改めてほんでやっぱりそのスーファミの低下の高さをまざまざと見せつけられましたよね。ロマサガ2定価9900円、かっこ税別。ファイファン6定価11800円、かっこ税別。どことどう、ニコニコ生放送と同時放送ですね。10個目さん、ブーブーちゃんさんいらっしゃい。13個目さんいらっしゃい。公平呼んだかね。11400円やったかな、ファイファン6は。で、大公開2が、11800円か。三国志3がなくてよかったですね。三国志3があれば、定価14800円なんで。どっかに、オブ A の方のどっかに書いてある URL 飛んでもらえれば、10秒後ぐらいの世界が見れます。声以外は6000円以上許せない。まあでもPS 出た時のあの定価の安さにはほんまに驚きましたよね。
今までの値段でゲーム2本買えるやんとか。あれ？これ次元の狭間？こっから来たんでしたっけ？当時もファミコンハウスのチラシのたびにネタにしてた。こっから闇魔城か？今一応現実世界のタンカー乗ってきたんですよね。これはファンタジーの世界、ファントムの中の世界ですね。ありましたね、PS が出た頃。そうそう、ゲームの中の世界です。大人気ゲーム、ファントムという RPG ですね。人気 RPG。そうそう。で、それなんか最初に、その、中古販売のなんか、声を上げたのが、昔あったワンパク小僧とかっていうゲームショップの社長か誰かがあれ発起人になって、その中古ゲーム販売協会みたいなの作ったみたいですね。前ちらっとワンパク小僧ってまだあるんかなと思ってウィキで調べたんですけど、そういうことが書いてありました。そうそう。でも今でもなんか残ってるぽいことは書いてありましたけどね。毎回枠取り直してますよ、ニコニコの方は。なんか名前は変わってるみたいですけど、でもまあ近所ではもう一切見かけなくなりましたね。もう大概ゲオかブックオフかみたいな感じになっちゃってるんで。そうそう。ほんで、中古販売もなんかいろいろ揉めて、東京はアウトやけど、大阪はセーフやったみたいな、最初はなんかそんなんありましたよね。これかな？これなんか村ですね。あ！そんなにびっくりするね。これは、ぬいぐるみなんだ。村の外に出るときはモンスターに襲われないようにモンスターファッションにするのよ。うわ、これ完全にファイファンじゃない、ドラクエ4のあのデスパレスみたいなところ行きますね。職人の村。今日はつけてないですね、棒読みの方は。あんたたち冒険者かい。まあ、基本的に僕 RPG とかシミュレーションとかはもう PC の画面だけを見てやってるんで、まあ、両方のコメントが見やすいんですよね。だから棒読みはつけなかったりしてます。冒険者かい。闇魔のことが知りたいならぬいぐるみを着て森に行ってみな。モンスターのやつら毎日メシスの森で大騒ぎ。でもあいつら何か企んでるみたいだぜ。メシスの森。この村には腕のいい武器と防具の職人がいるわ。武器のパワーアップはそこでしかできないから絶対忘れないでね。スルーしていきましょうか。コメントは面白いですね。まあそのコメントがなければほんまに意味のない放送になっちゃうんで。俺武器職人なんだ。メシス鉱石があればその武器をパワーアップしてやれるんだけどな。
俺は防具職人、いつもメッシの森の洞窟でメッシ鉱石を取ってたんだ。だけどメッシの森に闇魔がやってきてからはお手上げさ。メッシ鉱石があればな。道具屋。あ、ぬいぐるみ売ってる。ぬいぐるみ買いましょうか。3人分は必要なさそうですね。全開薬、回復薬、まあ念のために買っときましょう。テレーポ、まあまあいいか。ぬいぐるみはこれで売り切れよ。これを切るにはコツがいるから、ここで着せてあげるわね。うわっ、まだそんな気ないのに。このテンプレゲームボーイ RPG、22個目さんいらっしゃい。こんばんは。ヌスたちはぬいぐるみを装備した。ゴッドメディスンという神ゲーです。まあ、子供の頃やりたくてできなかった RPG を、時を超えてもう一度という感じですね。フレッシュの人はニコ生したことない人結構多いから、最初は口悪く聞こえる。そうですね。まあ、特有のノリというか。まあでもある意味フレッシュの方が匿名性は高いような気はしますけどね。完全嫌よみたいな感じなんで。184。私はぬいぐるみ職人。私の作ったぬいぐるみは絶対モンスターにバレないわよ。あ、これこの女か。そう。んで、フォローしてもらっても、誰がフォローしてくれてるのか、全くわからない。こっちの放送者の管理画面でも一切わからない仕様になってます。多分、運営以外はわからんのちゃうかな。匿名性めちゃくちゃ高いですよ。まあでも一応コメビューもあるみたいなんで、そのコメビューさえ入れたら完全生 ID みたいな感じになってしまうんかな。だからその辺ちょっと迷ってるんですよね。その匿名でコメントしたい人も中にはいるでしょうから、それまでこうコメビューで見てしまうのはどうかなと。ニコニコの方はその生 ID でもいいよとか。ああ、そっか。まあ、アカウント、そうなんですよね。まあ、アカウント登録するじゃないですか、ニコニコは。で、まあ、誰がコメントしたかわからないように、184っていう、まあ、嫌よって言うんですけど、嫌よつけてコメントしたら、まあ、誰がコメントしてるかわからない。そんなに恥ずかしがらなくても。コメビューで名前と ID は出る。あ、フレッシュの方でもですよね。だからその ID を拒否できる権利もまああった方がいいかなとは思っているんで、僕なんかは特にその匿名性があるからこそできるコメントもいっぱいあると思うんで。だからね、フレッシュの方ちょっとコメビューつけるかどうかをずっと迷ってるんですよね。あ、こいつが当選簿するんか。ここにあった木を抜いて通り約束したぜ。うおー、あ、ちゃうわ。これ、こっち行ったらシューグレード行くんちゃいます？なんか、見覚えあるぞ、ここ。いや、ちゃうな。燃やしてる。うおー、燃えるファイヤー。だから、フレッシュの方でも、その、ID 出したくない人は、なんかこう、選べたりするようになったら、コメビュー入れてもいいかなとは思うんですけどね。燃えてるっす。たまらないっす。
なんかでもこういう森、こっち先行ったらどうなるんやろみたいな見てたような気がするんですよね。嵐を NG にしてもその放送回だけで次の日また荒らせる。ああ、じゃあ毎回変わってるんかな、もしかしたら。そのフレッシュの仕様が未だに分かってないんで、あれなんですけど。あ、それやったら別に OK かな。あち、俺はもう5回もやけどしたぜ。うおー、ボスなら洞窟にいるぜ。単純にここはあれか、鉱石取るだけか。しかしモンスター出ないですね。やっぱりこのぬいぐるみのおかげか。合言葉を言え。合言葉を覚えてこなあかんと。俺たちは今この森から出てはならないことになっている。忘れたのか。あ、こっち左行ったらあの村に行くんかな。シフグレードの方。ん？でもヒントがないな。合言葉を教えてくれそうなやつ。ここでぬいぐるみを脱ぐとかできないですね。どっかのバカなモンスターから3分待つだけ。まさかそんな。でも全員喋ったような気がするんだけどな。めっちゃ暴れてる。ここはまだもしかしたら早いんか。29個目さんいらっしゃい、こんばんは。ゴッドメディスンの続きやってます。放送している人が NG よりも見てるユーザーが米 NG よりも見てるユーザーが米長押しすると通報画面出るんで、ユーザーが通報した方がいいかも。ミジンコも終わってしまいましたね。まあもしかしたらまた何枠かおまけ枠として取るかもしれないですけど、どうしてもあのクリスタルのボディが欲しいですからね。まあでも一応あの超進化生物ネスは最愛のメスを見つけて機嫌よう暮らしたということですね。合言葉、まあでも僕の放送は基本的にまあ荒れることとかはなさそうなんで、まあそこまで心配する必要はなさそうですけどね。数が少ないんで何して。荒れるもまた一興ですよ。まだアクション見てない。ここはまだ早かったかもしれんな。でも他に行くようなところが、セリフが変わるんかな。絶対にモンスターにバレないわよ。あ、脱がしてくれへんのか。
ってことはどっかでヒント、それともまだあの海底探索せなあかんなんかな。何か企んでるみたいだぜ。ぬいぐるみを着て森に行ってみな。宿屋行きましたっけ。あ、行ったな。共演が嵐警戒コメをいろんなチャンネルにしていると話題に、偽物だとは思う。そんななんか荒れてたりするんですかね。フレッシュ、燃えろファイヤー、燃えてるっす、たまらないっす。隠し通路があるとかそんな感じもないな。配信者の問題、合言葉を忘れただと、しっかりしろよ。合言葉はアネット、どうだ。あ、これや。こいつでもさっき話しかけへんだかな。ファイファン2なら覚えるコマンドを使っとかなダメでしたね。あ、こっちちゃうわ。こっちか。ガバ管理。合言葉を言え。アネット。え？アイテム扱いなんか？アイテム欄に合言葉がありました。はい。というわけで、ニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、ありがとうございました。そして、コメントしてくれた方ありがとうございました。続き次役でやっていきたいと思います。お時間ある方はまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。フレッシュの方を見に来てくれてる方はそのまましばらくお待ちください。物理的な合言葉、まあこれが多分一番プログラミングしやすかったんでしょうね。アイテム欄に合言葉を置くっていうのが、中身のことはよくわからないですけど、まあ容量の問題もあるんかな。ゲームボーイって最大何メガぐらいなんですかね。この前のあのスーファミでもファイファン6で24メガって書いてありましたもんね。大容量24メガ。テイルズ・オブ・ファンタジアに至っては48メガ、さらにその倍。これ NLE 早直ってくれへんかな。ニコニコ用の配信ツールがね、バグったままなんで、これ早く治ればいいんですけど。よし、じゃあ行きましょう。あ、そや、画面。よしよし。これで OK かな。はい、じゃあ続きやっていきます。合言葉、ポチ。合言葉は、アネットだ。
よし、通ってもいいぞ。あまりにもガバガバすぎる。なんだお前ら、新入りか？ボスは今次の作戦の話し合いをしている。うろちょろするなよ。平山さんをさらっていったあのボスか。ん？ここは怪しい。ここだけなんか音違う。ほら、やったぜ。何もなかった。ピンクのカエル？ここのボスはカエルが嫌いとか。こんなんでもノーヒントで見つけろっていうのかな。力のお札を見つけた。バイキルトですかね。どれやったっけな。なんか、黒い実が MP 回復で、青い実が上限アップ。MP 上限アップですね。まだ使わんとくか。は。あ、光った石が2個あるぜ。うん、きっとメシス鉱石だよ。持っていこう。メシス鉱石を2個手に入れた。ゲームボーイのソフトは1メガ。かなり。これどうしよう。一回戻って武器持ってきた方がいいですよね。メシス鉱石。まあ普通にやりすぎたらあかんかな。でも一回こう生身の体でこっち来なあかんっぽいですよね。っていうかあれか。今あのボスに話しかけてもうるさい、あっちへ行けみたいな言われるだけですかね。ちょ、一回行ってみるか。敵も電子。気になったら確認した方がいいですね。カラーは8メガ。PS2 のメモリーカードと同じ容量ってことですね。あ、違う、こっちや。ファミコンぐらいはあるんかと思ってましたけど。ダンシングレオ、魔王様がアネット姫をさらう計画を手伝うのだ。邪魔者が近づかぬよう警戒しておけ。美しい人間の女をさらう目的は何ですか？魔王様がおっしゃるには。あ、アネットってあれか、あの最初におったお姫さんか。あのブロマイド買った。人間というのは上辺の美しさに惑わされやすい弱い生き物だと。そこでアネット姫を改造してあっちの世界に送り込み、人間どもを骨抜きにするという計画らしい。なんだって。ネス、フィアモーヌのアネット姫が危ないぜ。ん？お前らここで何をしているんだ？ビリ。ぬいぐるみが破れた。キャー、何すんのよ。うがー、なんだ、人間か。お前ら、うがホーリーマッシュ、良いではないか。それがパッと思い浮かびましたよね。っていうかやっぱり一回帰って武器取ってきたらよかった。まあいけるか。会心の一撃。会心の一撃。思ってたより弱い。
でもやっぱりこのダンシングレオはやばそうですね。あ、バレたか。モルグタワー。良いではないか、良いではないか、やりたいですね。悪大感になって PS2の悪大感もやりたいな。確かあれ3ぐらいまで出てますよね。悪大感とあとなんかもう一個似たようなやつあってんけどな、何やったっけな。悪大感はそんなことできますよ。着物のエロさに気づいたらもうおっさんみたいな。うわぁ、俺は弱いんだ、何でも言うから見逃してくれ。でもやっぱり何も言えません。あ、そうか。でこっちのあの左側のあの敵が避けるんで、まあ武器取って、で一番最初のあの城に行くんかな。ゲームボーイで最大容量を使ったソフトは、レッドサムライスピリッツ、ザンクロー無双剣。まあ、サムスピは、アーケードの、あれでしかそうか、アーケードと、まあ、スーファミの、一番最初に出たやつは、やったことありますね。おさん。いらっしゃい。4個目さん、いらっしゃい。こんばんは。今日も元気よくひん曲がってますね。魔風攻撃使っていくか。でもね、基本的にはもう僕格ゲーできないタイプなんで、まあ普通にはできますけど格ゲーは弱いんで、あんまりやらんかな。まあ、アーケード版のサムライスピリッツ。あれは何やったっけな。天草降臨かなんかはめっちゃやりましたね。でもどんなキャラおったとか忘れてもだな。ナコルルとか、タムタムとか、あとは、シャルロットでしたっけ。シャルロットとか おったっけな。フォッサン。邪神アンブロジアみたいなの、いてなかったでしたっけ、サムライスピリッツ。別のゲームやったっけな、邪神アンブロジアは。あれはやりたいんですよね、もう一回。サムスピの RPG。ファミコンウォーズ名作やと思ってる。まあ確かにあれは神ゲーですね。ちょうどマリオ3出たぐらいに出たんちゃうかな、ファミコンウォーズとか。ファミコンウォーズもなんかこう誕生日ぐらいに買ってもらったような記憶ありますね。その時はもうシミュレーションの知識なんて当然なく、
何これ、キャラ全然動かせんやんと思って、全くやらなかったですね、子供の頃は。勝ったのに。ちびっこには難しすぎましたね、あの内容は。でも思えば初シミュレーションゲームはファミコンウォーズやったかもしれんな。その CPU のターンがあるのが、その理解できなかったんですよね。なんでこっち側は操作できひんねやろみたいな。まあでもこれで村に帰って、防具作ってもらったらだいぶマシになるかな。そう、サムスピの話に戻りますけど、あの RPG のやつやりたいんですよね。途中で僕投げたんで、あれ完全にもう戦闘入るたびにローディング入って、めっちゃくちゃだれるんですよね。もうほんまに RPG 作り慣れてないなっていうのがもろにわかるようなシステムで。確かね、ルローニケンシンの RPG もそんな感じやったんですよ。戦闘入るごとにめっちゃ長い労働。だからルローニケンシンの RPG も実は途中までしかやってないですね、あれ。オリジナルキャラが主人公でやっていくやつ。いや、今全然あれですよ、盛り上がってないですよ全く忍耐力がついた。いや、だからロードめちゃくちゃ長いみたいな評判で買ってみても全然大したことないやんみたいなのが多いですよね。なんか結構ファイファンの6じゃないや、9とかもうロード長すぎみたいに言われてますけど、全くそんなん感じたことないですけどね。え、メシス鉱石を取ってきたのかい。それなら任しとけ。さあ、武器とメシス鉱石を渡してくれ。よし、できたぞ。魔風剣は勇者の剣に、魔風棒は英雄の棒に、魔風弓は奇跡の弓に、それぞれパワーアップした。ただにしとくよ。さあ持ってきな。なんて粋な職人。そして武器がめっちゃかっこよくなりましたね、名前が。これで魔風のあれが変わってるんかな、もしかしたら。ファイヤーパワーとか。でも一緒か。グラビトン、ピンクの、あ！ピンクのカエル、これ魔風や。そうそう、ナウローディング。ネオジオ CD の話よ、そこまで。6個目さんいらっしゃい。うわ、ハテナや。これピンクのカエル使ってどうなんやろう。今はこれ、アイスパワーつけてんのやったっけな。ピンクのカエルつけてみようか。まあいいや、とりあえず防具。おぉ、メシス鉱石。これで店が開けるぜ。ちょっと待ってな。うわ、結局かわすんかよ。来た来た、神秘の夜。もう完全にもこれ、もうラストバトルの、これ武器防具ですよ。この名前からして。千年道義、千年小手。
千年草履そうですよね。これは早急に物語を畳みに来ている。アドバイスは、まあ、どうですかね。内容にもよりますね。もろネタバレとかやと、あれですけど。まあでもその辺はもう全部任せてますね。見てくれてる人に。まあこういう感じでやってる以上、その制限することはできないですから。勇者の剣、あ、そうか、勝手に変えてくれるのかな、これ。結局武器防具も全然売ることなかったですね。あ、力のお札125、力のお札つけとくか。で、今ネスが全体攻撃のあの魔風つけてんのやったっけな。ちょっと敵と戦って確かめるか。いや、これやったらわからんな。どっちがどっちつけてんねやったかな。明らかに強なってる。レベル27。まあ、複数敵が出てきた段階で判断するか。また一匹。もうまず武器が完全にもう、ラストバトル用の武器ですもんね。奇跡の弓、英雄の棒、勇者の剣。まあでもゲームボーイの RPG にしてはちょうどいいぐらいの長さですかね。よし、これで判断。あー、ネスがやっぱ単体やな。単体魔風なんで、まあピンクのカエルはネスにつけてみるか。バキン、魔法の名前が分かりやすいのがもう最高にいいですね。こう直感的に理解できる魔法の名前。やっぱりその RPG にしても専門用語が出すぎると追いつかなくなりますもんね。いきなり専門用語を畳みかけられまくると。特にこう解説とかが全く出ないようなゲームやと、フレッシュ人がアドバイスしたらニコ生先輩の一部がラジコンかって言い出して、意味わかるまで3日かかったまあ言われたらそうやりたくなくなったりしますからね。こうしろああしろって言われたら逆にもう絶対違うことやったろみたいなあるあるですから。
まあでもネタバレ完全に嫌やねやったら一人でこっそりやってろよっていう話でしょうから、まあ、完全にその言わんといてくれとは言えないですよね。あ、ちょっとミキティやばい。しかもこれ完全にやられても戦闘離脱扱いで、戦闘が終わったら体力1の状態で治ってますからね。あのヘラクレスの栄光システム、ユーザーに優しい RPG。 ラスボスはバラモスじゃなくてゾーマ。まさか。そうか、ピンクのカエル。これハテナってなんやろ、パルプンテ的な効力なんかな。8個目さんいらっしゃい、ありがとうございます。しかも言うと光の玉を使わなくても倒せ。そうそう、そういえば他人のふんどし枠で光の玉縛ってやりましたよね。あれも他人のふんどし枠で、ふんどし枠にこうふさわしいゲームでしたね。一本、僕はよくその中古のカセットに残ってるデータを使って美味しいところだけを楽しむ他人のふんどしで相撲を取る枠という、まあちょっとした企画みたいなことをやるんですけど、まあそれで闇ゾーマ倒しましたね。光の玉使わず。溜まってないけど、まあいいか、戦うか。キングレオでしたっけ、あ、ダンシングレオ。来たな小僧ども、俺たちの話を聞いたからには生かしちゃおけねえ。死んでもらうぞフィーバー。ダンシングしてるんか、ダンシングレオ。こういうのはだいたい一匹を中心に。汚なこいつ、汚れてるやつみたいですよね。汚なみたいな。なんでフィーバー、ダンシングやからフィーバーしたいんでしょう。てかミキでいきなりヤバそうやな。その人はみんなと一緒にクリア派で、たまに悩んだ時に知ってる人が教える感じやったけど、僕も含めてフレッシュ人ラジコンの意味を知らないから少し荒れた。回復した方がいいな。で、ミキテイはロックオン、これ聞いてるんかどうか。あ、聞いてますね。ロックオン聞いた。ボスにもあの、うわー、ちょっとやばいか。あー、ちょっとやばいやばい。ボスにも聞くっていうのはいいですよね。でもこいつらあれやな。あ、使ってみよう。魔風。ボスにもあのスタンが効くっていうのがいいですよね。ニコ生用語が難しい。そうですね。あれ？グラビトン。グラビトンはつけてないけど、グラビトンの効果があった。ってことは、あれかな、やっぱりパルプンテですかね。すべての魔風の効果がランダムで起こるみたいな感じかな。
ピンクのカエルを使うと、まあギャンブル性があっておもろい。そうや、そういえばこの時間帯にいつもどんぐらいやってんのやろ。現在、あ、やっぱ多いですね。56番組フレッシュ。ニコ生タブレットで始めたけど、ニコ生のノリがまだわからない。ピキーン。あ、この連続攻撃でやられてるのがいつも火やから絶対アイス効くやろうと思ったらそんなに効かんかった。初見帰れとか、ニコ生のノリ、どうなんですかね。ニコニコやってたらごく当たり前なんでしょうけど、全くその見たことない人やったらかなり異質に見えるんちゃいます。まあやっぱりそのあくまでもこう会員制っていうか、会員じゃないと見れないっていうのがでかいでしょうね。こうパッと見づらいというか、どんな世界かわからんみたいながあるでしょうから。魔風行くか。木枯らしの前、やっぱそうやな。これは完全にあのエアスピンと同じ能力ですね。やりました。サンダーカットを手に入れた。めきてー。ピキンのレベル。これでアイスやめるか。サンダーカット使ってみるかな。サンダゴン。エアスピンとサンダゴン。あれ？サンダゴンにしたら、常駐ですね。これ多分カウンターやな。はい。というところで、ニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方、ありがとうございました。続き、次枠でやっていきたいと思います。お時間ある方はまた見に来てくれると嬉しいです。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。どっち使うかやな。全体攻撃のエアスピンのまま行くか、カウンター重視のサンダゴン。まあ、まだカウンターかどうかも、わからないですけど。通常攻撃にこう属性がつくとか、そんなんの可能性もありますよね。
よし、じゃあ続きやっていきます。画面が出てたら OK？ ああやってこうやってワーク取りタイム、あ、一般の米なんてなんちゃらとか、画面が出てたら OK。 よし、じゃあ行きましょう。続き、同じ配信者集まってきてる。まあいいか、一回試しでマフ使ってみるか。サンダゴン、多分ここやっぱりその最初の予想通り繋がってますよね。あの一番最初にこの世界に降り立ったあの城の場所やな。よう考えられた配置。でも雑魚敵は強くなってるのかな。強くなってますね、明らかに。姫助けることになるんか。じゃあ多分まだ姫のブロマイド持ってますよね。あれ持ってなかったっけな。あ、持ってないな。いつの間に消えてんやろ。戦闘中しか使えへんのか。この洞窟は多分あれですよね、シフグレードのあのピーカース王子と一緒に行った洞窟ちゃうかったかな。ちょっと逃げるか。ニコ生の大手の人って何ですか。大手の人っていうのはまあそのコミュニティ人数が多い人のことですね。一般的には何万人も登録してるみたいな。大御所というかまあでもその日のうちにそのめちゃくちゃ人気出て、そのコミュニティ人数登録者がめっちゃ多なったら、まあその人が一応こう大手と呼ばれるようになりますね。だからそのやってる長さは多分関係ないですよ。これやっぱそうですよね。あの最初に姫のブロマイド使って戦ったあの塔、こっち関係なかったっけな。とにかく一回あのドブロク殴ってほしいねんけどな、敵。あ、でももしかしてこれ毎回会心とか、それはないか。広告貼った、ありがとうございます。全然意味がわからない。あ、ニコニコはあれですね、広告機能っていうのがあって、あの生放送広告したらあの動画とか見てる人に宣伝できるんですよ
ニコ動を見てる人に。まあそうですね。ブーブーちゃんさんいらっしゃい、ありがとうございます。北島三郎、もしかしてだけど、そのドブロクなんですかね。一応名前募集でドブロクが出たんでドブロクにしたんですけど、まあ、太閤立志伝ではおなじみのドブロク。いや、無料ではないですね。無料ではないですけど、その、運営が、その、ポイントを配ってたりするんで、まあ、無料といえば無料な時もあるけど、まあ、有料でやろうと思ってもできます。シフグレードの王子がこの街に来られていますわ。これピーカース王子かな。確かなんかアネットの婚約者とかそんなんでしたっけ。ピーカース王子、あいつなかなか強い、あの王子。あ、スピーカース王子か。あ、ネス君、浮遊宝石のことだけど、空中戦艦を僕たちの力で作るのは無理だった。手伝ってもらったのにごめんね。でもサンドマンがそれがあればすごいことができるって言うから浮遊宝石を預けたんだ。偉そうなこと言ってた割には何もできなかったですね。浮遊戦艦みたいなのを作るみたいなこと言ってたのに。姫が危ない。最近魔王はあんまり人間を襲ってないみたいだな。システム言葉、すべてがわからない。まあ、見てたらそのうち慣れてきますよ。他の国の奴らには悪いが、俺たちさえ魔王に襲われなければいいんだよな。うはははは。こんな世の中だから姫の美しさに安らぎを感じるんです。姫のブロマイド見たかったのにな。シフグレードの王子なら宿屋にいたぜ。道具屋は、あ、でもなんか売ってるもん変わってるかもしれんな。一緒か。あ、一緒でした。探検とか。姫のブロマイド、もう一枚買っとこう。保存用と鑑賞用に買っときましょう。あ、お前また姫に会いに来たな。くー、ようこそフィアモードへ。そなたらの活躍は風の噂に聞いておるぞ。よく頑張っておるな。あなたたちのおかげで世界はだいぶ平和になりました。はっ。配信者は楽しんでる。まあそれは人によりますよね。いろんな人がおるんで。王様、城に雷が落ちました。これまさかあのファントムを作ってた会社と同じ状態に なってるんかな。何、雷が。空は晴れているぞ。やっぱりそうですよね。オープニングであったあのなんか謎の UFO から雷が落ちるみたいな。わあ、それはもしや天の神々の怒り。
やばいやばい、なんかパニックってる。アネット、アネット、どうしたのだ。世界の遥か天空には神々が住んでいると言われています。もしかすると魔王はその神の使いかもしれません。あるあるな話ですね。人をこう自由にさせすぎたがゆえに神の怒りを買っているみたいな。私たち人間は今まで間違いを犯してきたのではないでしょうか。だから人間は神々に滅ぼされるのではないでしょうか。でかっ。こいつはあれですね、あのミカ・アルダンをやったあの魔王。初見さんいらっしゃい、こんばんは。ゴメスンやってる人初めて見た。ゴメスンって言うんですね、ゴッドメディスン。そう、僕これ小学生ぐらいの時にすげえやりたかったんですけど、ゲームボーイを持ってなかったんでできなかったんですよね。4個目さんいらっしゃい。魔王、美しきアネット姫よ、さあ来るのだ。行っちゃダメだよ姫。神の怒り、進化論。そういえばなんかどっか反対やったっけな、反対かどっかが人の細胞と植物の細胞を結合させることに成功したみたいな。まさにあのセブンスクロスみたいなことが起こり得そうなニュースをちらっと見ましたけど。ああアネット、姫を取り戻さなきゃ。空から来てるんか、ぼーっとしてるから。てか姫自身自分の意志でこう魔王に近づいているような気配すら感じる。姫を返せ。姫は諦めろと王に伝えておけ。そう、リアルセブンスクロス。待て、たとえ魔王であろうとも姫だけは渡せない。はははははは、いい度胸だ。小僧どもよく見ておけ。これが私の力だ。はあ。王子危ない。サンドマーン。で、王子もやられるんかい。黒焦げになってる。うん。姫を返してほしいなら私の城へ来い。そんなまさか。王子、王子の浮遊宝石によってサンドマンの町プラブルームのパワーアップに成功しました。英雄の魂を持つ人たち、北へ向かってください。私の仲間が待っています。すまないサンドマン。おい、早く手当てを。スピーカー掃除は、あ、やっぱり手当て受けるんですね。DNA 配列、多分ボンバーマンとかの形。うわ、なんか勇ましい曲に変わりました。アネット姫を助けなきゃ。魔王を追いかけようぜ。ダメだ、もうどこにも見当たらない。
そしてまたこの平凡なフィールド曲、北へ向かえって言ってたな。まさかあの塔にもう一回行くんか。魔法では、あ、チェイン、そうか、チェインズとかあるんやったらちょっと使いづらいかもしれんな。このゲームはまあ多分感じないでしょう、ゲームボーイなんで。ゲームボーイのゲームで漢字出てくるのって将棋ぐらいちゃいます。この洞窟ってことはないか。サンドマンの街は確かあれですよね、最初のあの眠りの笛、最初の次元の狭間からちょっと行った先あったな。ゲームボーイ、僕はゲームおっさんですよ。魔王の目的は一体何なのか。とりあえずここちょっと登ってみるか。北へ向かえって言ってたもんな。あーでも一緒ですね、何も変化はなし。テレーポ使う、テレーポ、あれ、テレーポ持ってなかったでしたっけ。アイテムしかないか。初めてテレーポ使った。〇〇ですか、シリーズ返す人少ないと思う。あ、でも僕基本的にあれですよ、嘘ばっかついてるんで話半分に聞いてもらわないとダメですよ。あらかじめ言うておきますけど、ナイスゲームボーイ。さあ勇者殿、この穴の中へ。適当なことばっかり言ってますからねこの通路は北の大陸へとつながっています。ありがとうジジイ。はっ、こんなところにもジジイが。今プラブルームはこの大陸に来ています。プラブルームを目指してください。うわ、これも完全に魔王の大陸です、これ。この音は。めちゃくちゃ質問とかしてたら？いや、まあ別にそんなこともないですよ。僕自身がやることは、まあ多分ないですよ。バキン打った方がよかったな。めちゃくちゃな質問。まあ、答えられへん質問やったら、もうしれっと、しれっと流れていきますけど。バキーン！てか、チェインジばっかりやな。これやったら、やっぱピンポイントで、マフつけといた方がいいか。何が起こるか分かれへんけど、今持ってる分の効力しか出ないんやったら、あんまり意味ないですよね。例えばですが、
めきてー。これ毎回言わなダメです、レベルアップのため。紅白司会は本当ですよ、オファーも来ましたんで。今年の紅白は楽しみですね。ゲストに間違いなく真田幸村来るんで。真田丸もついにいよいよ待ちに待った合戦シーン。うわっ、ちょっと見てやばい、9連続攻撃された、まずいな、これどうしよう。ほら間に合うかどうか。ミキテイがやれば確実か。ただでもバキンも打ちたいな。そういうノリは許してもらえ、許しつつも何も。普段からそういうノリですね。間に合った。女子ばっか殴んなや、最低なやつらですね、こいつ、こいつら。バグタワーで一個もこのドブロクに攻撃してこん。やっぱりなんかあるな、絶対。あのサンダボン、カウンター攻撃かなんか出ますね。マリオならワンナップできそうな敵。7回か8回ぐらい踏んだら1アップできますよ。で、サンドマンの町を、サンドマンの村をまずは探さんとあかんな。でもこういう感じで無駄に歩かさないところがいいですよね、やっぱりこのゲーム。エンカウントはめっちゃ高いですけど、ちゃんと行き止まりを用意されてくれている。多分発見されたら結構来る。まだチェインジ、チェインジいらないんですよね、チェインジ。チェインジって言いたいだけなんですけど。ほら絶対ドブロック攻撃してこんもん、これ強烈なカウンターでも出る。いやでも会心率が異様に高いな、やっぱそれと関係あるんかな。とにかく殴ってくれんことにはわからないんですよね、判断できないんですよね。高効率化？あ、でもやっぱり毎回会心でもないな。チェインジ、久しぶりに止まるかも。大丈夫かな？耐えたな。耐えましたね。こっちはないと。あ、こんなドームみたいな。顔はやばいよ、ボディにしな。ああでも魔風ないな、やっぱりなんかこう常駐というかステータスアップ系の魔風なんやろうか。それか
会心率アップって感じですかね。ドブロクの会心がやたら多そうな感じしますけど。お久しぶりです。ここはプラブルームです。売ってるもんは一緒ですね。ついにプラブルームは地上に上がってきました。我々は世界を守るため地上の人間と力を合わせていくことに決めたのです。浮遊宝石をそんなことのためだけに使ったんかこいつらは。なんともったいないことを。もっといろいろなことできそうやったのに。とりあえずあの神殿に行くか。あ、そういえばなんかこの図書館みたいな、ここ誰かおって調べられへんだんじゃんか。でも何もなかった。国会通せよ。今の DS とかやってるちびっ子たちがゲームボーイやったらどう思う。多分壊れてると思うんちゃいますこの色。あ、そういや、これ画面変えるの忘れてたな。まあいいか、久しぶりにこれで。シアターで行きましょう。なんかこれ色ついてへんけど、壊れてる。お母さんみたいな。マーケットに新しい品物が入って、あ、やっぱり、新しい品物。マーケットってあの道具屋ですよね。入ってへんやん。てかこれあの昔のセリフのままなんかな、もしかしたら。あ、勇気の鎧、勇気の靴、正義の道着、ラブリーローブ。ああ、これ、これやな、やっぱり。はい、というわけで、ニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでローン打ってみてくれた方、ありがとうございました。そして、コメントしてくれた方、ありがとうございました。まあ、あと一枠やりますかね。あと一枠やって、今日はラストにしたいと思います。お時間ある方はまた見に来てくれると嬉しいです。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。寝る方はおやすみなさい。まあ、これが最後の防具調達って感じかな。ボタンの数に衝撃受ける。あ、そうですね。ゲームボーイは AB ボタンしかなかったですもんね。ラストワーク取りタイム。そう、だから僕の初のゲームボーイは、あれでしたね。ゲームボーイブロス。初期型の色カラーバリエーションバージョンとポケモンを同時に買いましたね。共に赤、ポケモンの赤を買い、ゲームボーイブロスの赤色を買いましたね。
いやでもゴッドメディスももうそろそろ終わってしまいそうな気配してきたな。映画泥棒ではないですね。むしろ頭にカメラかぶって出てんのは僕です。大体映画始まる前に出てくる人はあれ大体僕がやってます。よし、じゃあ行きましょう。続き、かなり硬くなるな、これで。防具類とか一切売ってないけど、金たんまり溜まってるな。全然やっぱり敵から逃げてへんからかな。余裕で金余りますね、これ。あ、ちょっと足りひんか。あ、ギリ足りた。装備品売れない病にかかってるんで全部残ってますね。でももうこれ全部いらんねんけどな。あのハゲのおっちゃんたまに動くんですよ、これ。何の操作もせずにほっといたら。武器は一緒ですね。でアイテムも一緒やったな。ウレナボーイ、こっち行きましたっけ。行ったな。ポップコーン食べていいですよ。スピーカー掃除の浮遊宝石をプラブルームの動力と組み合わせました。その結果プラブルームは空中移動ができるようになりました。何？つまり空中要塞じゃないか。魔王を倒すには英雄の魂を持っているあなたたちの力が必要です。我々はあなたたちを闇魔城に運んでみせます。我々は密かに魔王の城、闇魔城の場所を探していました。そしてついにその場所を見つけたのです。英雄の魂を持つ者たちよ、ついに決戦の時が来た。闇魔城に向けて発進する覚悟は良いな。いいえ、ちょっと待ってくれ。うん、そうか。ではしばらく待とう。勇者殿、闇魔城でラストかな。さあというところで、まあちょっと枠取っていきなりですけども、今日のところはこれで終わっときましょうか。次回じっくりと闇魔城攻略していくかな。どんな体勢で。今はね、片方あぐらで片方片膝立ちみたいな状態ですね。1個目さん、2個目さんいらっしゃい、ありがとうございます。初見さんありがとうございます。
君の名の次回作ネスの名は本当ですね。初見だけど地声聞きたい。よっちゃんさんいらっしゃい。でも今日はもうちょっと終わっちゃいそうな勢いですね。まあ多分ここで終わっといて正解でしょう。まあ一応セーブだけして、ちょっとだけ見に行きましょうか。先っちょだけ入れましょう。闇魔城に向けて発進する。よし、では参るぞ。プラブルーム発進。アルカディア号発進。なんかこれ波打って見えるの目気持ち悪なるな。待ってください、スピーカー掃除が来られました。怪我をしての登場。ネス君、僕も一緒に連れてってくれないか。姫やサンドマン、そしてこの世界のために僕も戦いたいんだ。わかりました王子、一緒に行きましょう。よし、スピーカー掃除も一緒に参ろう。プラブルーム発進します。1分だけでいいんで。そして飛び立つプラブルーム。わあ、ええところですね。今日はなしですね。またあの地声出してる時に来てください。うわー、もう完全に山に囲まれた。あ、でもプラブルームこれ降りてくれるんか。じゃあここでちゃんとやられてもあれですね、戻ってきて宿屋泊まれますね。もう合図見ないから、まあ、合図も読んでください。で、あのストッパーブス島も早いうちに読んでください。到着しました。はい、というわけで、ちょっと中途半端なところですけども、まあ次回予告みたいな感じで、やってきましたけど、そうそう、野球漫画ですよ、トトロ。というところで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。ダメいや、もうちょうどキリ良さそうなんで、ここで終わっときたいと思います。ネスファクトリー、ダメネスファクトリーオブ A を見に来てくれた方、ロムって見てくれた方、コメントしてくれた方ありがとうございました。そうですね、ブス島は呼んどいてください。まあ、また次回この続きからやっていきたいと思いますんで、見かけたらまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。ちょっといつになるかはまだわからないですね、このゲームに関しては。嫌だ、ほなまたね。まあ、最後じゃあ地声出しましょうか。しょうがないですね、普段はあのボイチェン使っておっさんの声出してますけど。ボイチェン切って地声出しましょう。あ、早めに予告、まあそうですね、予定がなかなかその早めに予約ってできないんで、いつも急に始まっちゃうんですけども、まあ、その辺は申し訳ないですね。はい、というわけで、お疲れ様でした、ありがとうございました。よっちゃんまたね、あのいつも来てください。というわけでお疲れ様でした、ありがとうございました。おやすみなさい。ほなまたね。聞いたら虫胸なし泣きました。